がないっていう。孫さんはラッキーだったのは iPhone なんですよ。僕でも iPhone ともう一個ソフトバンクの球団を買ったことだと思うんですけどね。ああ、まあそれもあるかもしれないけど、やっぱでも徹底的に iPhone はソフトバンクにしか繋がらなかったんですから。いや、だから僕もそれでソフトバンク契約しましたもん。どうだ、うん。しかもこれは、独占契約じゃなかったんですから。はい。ドコモがバカだったっていう、それだけの話です。どういうことですか？ドコモが、だから、本当は交渉すればよかったってことですか？違う。ドコモは嫌だったんですよ。自分で端末を開発するのがやりたくて、そのためにチームがあったから。あ、そうなんだ。そう。だって、ガラケーの時代っていうのは自分で携帯端末を発注。あ、そっか。で、そのモデルが崩されるのが嫌だったわけですよ。で、特に。なるほど。特に最初、実は iPhone ってみんな誤解があるんですけど、2007年に iPhone は最初の iPhone 出てきてるんですが、これ 2G の iPhone で全く売れなかったんですね。GSM ですよね。はい。僕は買いましたからね。で、はい、この時の Apple のビジネスモデルが、これ AT&T とやったんですけど、実はトラフィックの 25% よこせっていうディールだったんですよ。はいはいはい。で、これはキャリアとしては絶対に飲めない話だったんですね。はいはいはい。ところが、スティーブ・ジョブズもこれだとなかなかキャリア相手にできねえなって気づいて、iPhone3G からは、その通信料はいらないから、端末の台数コミットしろっていうのに変わったんですよ。うん。そしたら、孫さんが、もう500万でコミットするって言ったわけですね。うん。で、Apple は、ソフトバンクは500万コミットしたと。